井い義およし7月29日から1993年12月2日は日本の水産学者、政治家、旧彦根藩主いの第16代当主、彦根氏名よ市民、滋賀県出身、幕末の大老、井いなおの彦にあたる、伯爵、井いなおの書士、聖母は東京の斎藤福、海軍軍人志望だったが体格に自信がなく、 また当時の軍を支配していた反発を嫌って学問の道に進み、東京帝国大学農学部水産学科から同大学院に学ぶ。専門は網類で約50種の新種を発見した。東大農学部嘱宅、文部省資源科学研究所や滋賀県水産試験場、滋賀大学経済学部講師などを歴任した。1五十三年から連続九期にわたって、 彦根市長を務め、殿様市長と呼ばれた。在任中の1968年、明治100年を契機に、桜田門外の変以来の歴史的わだかまりを超えて、彦根市長として、イ池投手として、三都市の木村伝兵市長と話し合い、同志と親善都市名約を締結した。1989年の選挙で、死産無き用に敗れる。 公務の傍ら水産学の研究を続け、1961年には25年がかりの研究論文、極東海域における網類の分布に関する研究で農学博士号を取得した。1993年12月2日、胃がんのため、彦根市松原町の自宅で生居した。83歳坊津。双子の弟である。 い伊直弘も東京帝国大学農学部を卒業した昆虫学者で農林省に勤務した。彦根城博物館所大館長も務めた。妻で、り、歌人、随筆家のい伊文子は、琉球王朝最後の国王招太王の彦である。長男に、いい忠志号が、孫娘の婿養子に、いい忠志だけがいる。ありがとうございます。